じゃあ、アジをおろします。3枚おろししますね。はい、では、頭と内臓を取った状態です、今。ね、こんな感じです。はい、そしたら、まず、ここのヒレがありますよね。お腹のヒレの上を、あ、見えないかな。こっちからいきましょうかね。ヒレの上を、包丁で皮目だけ切ってください。皮目だけちょっと切ります。そしたらその後にピタッと包丁当てて、真ん中までですね。で、ここと魚と包丁が平行になります。でこのままスーッと下ろして開いていきます。ね、こういうふうにいきます。そしたらこれをそのまま同じ方向で回します。裏向けないでくださいね。で同じ方向で回します。でまたこのヒレの上をちょっとね、皮だけ切りにくいですから、ちょっとここキコキコして大丈夫ですから、それで切っ先で皮だけ切ってきます、ね、でこれが切り取り線になりますね。で切り取り線が分かったらこの包丁をピタッと合わせて、また包丁と、魚は平行に置いてください。でそのまままっすぐ、もう今度上下しません、ね、上下しないで下に下にスーッと引きます。で最後だけだんだんこう包丁が開いていく、ね、そうするとこういう風にいくので、この切っ先で真ん中までいきます、ね、でちっちゃいお魚だと1回でいきますけれども、もうちょっと幅が広いお魚だったら2回ぐらいギューってやってください、ね、これでもう半分いきました、うん、そしたらここに、グッと、ね、入れてしまって、で尻尾を押さえます。身をグッと押さえちゃうとね、へこんじゃいますから、尻尾をグッと押さえて、で包丁は根元が先にきます。まっすぐじゃなくて根元が先です、ね、で根元を、ね、こうじゃなくて根元まで入れて、ここしっかり押さえて斜めに下ろしてきます、ね、でもう一回戻して斜めに下ろしてきます。で今ガリガリってね落としましたけれども、この骨に当たったらちょっと少し気持ち包丁を上に向けてあげます。これ大げさですけど、少しだけ気持ち上に向けてあげると骨に当たらないでいけますので、ガリガリちょっと落としましたよね、うん、そしたらまたここから包丁入れて、ここはスッと切ります。オープンするとこんな感じです、ね、いいですね。そしたら今度裏いきますよ。ひっくり返します。で魚のおろし方は腹せせ腹なんですね、うん、腹せせ腹の順番ですから、今度背中こっちでしたね、こっちからですね。じゃあ同じく今度下が平らになるからやりやすいと思うんですけれども、ヒレの上に切り込みです、ね、皮だけちょっとここだけ前後していいです。キコキコキコ、ここね、やっぱり切れる包丁の方が皮が切りやすいですね、うん、で平行にして、またね平行にして、今度身を切っていく時には絶対上に戻らない、下だけです、ぐーっと、ね、でここはこれ入ってるとして、ここはこう動いてって、最後ここがこういう風に来るとここまで切れるってことですね、うん、こう切っといて、これがこう開いていく、ね、そうすると切れます。でこのまま移動で、お腹はもう開いてますから、ここまでのヒレの上同じくキコキコこうね、ちょっと皮だけ切りづらいですから、皮だけちょっと先に切っときましょう。そうするとね、ここ切るよってことが分かってやりやすいと思います。慣れてきたらもうね一気にいっちゃいますけどね。はい、じゃあ真ん中からスーッと1回から2回やってください。そしたらここ貫通します。そして尻尾を押さえる。そして根元からグッグッグッ、これで戻して、こうですね。で、オープン。で、これで中骨と身が2枚の3枚おろしになります。ですね。で、続きまして、じゃあ、ね、この、腹骨といって、ここの、ね、骨を取りたいと思います、ね。このお腹の骨を腹の骨って書いて腹骨って言います。あと、中骨がついてます。そしたら、腹骨と中骨っていうのがここの頭でこういうふうにくっついてるんですね。こういうふうにここの間を取りたいんですよ、起こしたい。なので包丁の切っ先って言いますけど、刃を上に向けて、この今こうくっついてるのをこの下から入れるってことです、ね、なのでこうやってツンツンツンってやってあげると、よいしょ、わかります？骨が立ったのわかります？ね、うん、ね、ここに包丁を入れると、この包丁の上に骨の先が並びますね。こうやってこの骨の頭が並びます、ね、並べたらこうやってスーッと切っていってください。でこの角度によりますから、初めは包丁立ててって、だんだんね、だんだん薄く取っていくってことですね。こういきます、
で、また根元からスーッと、これもキコキコしないね、スーッと大きく動かします。大きく動かします。で、この骨の厚みね、薄骨の厚みだけで取るってことですね。こうすると全部並んでて綺麗に取れますよね。で、これ動かしてる時に動かないようだったら骨を途中で切ろうとしちゃってますから、その時は骨に当たってるってことで包丁の角度を変えてください。当たらないように角度を変えてください。どこにもくっつかずにスーッといくはずです、ね、これであの骨の厚み1枚で腹骨が取れました。うん、あとは中骨なんですけど、ちょっとここにツン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 中骨見えてるの分かりますか？これはですね、中骨はこの、 あの骨抜きで取りますよ。で、これは片方の手で中指で骨を探ります。探ってここで取ります。取ったら親指と人差し指で持ちます。また中指で探って取って持つ、取って持つ。一本ずつ取ってね、ペタ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 この辺くっつけないようにねしてくださいね。うん、それでこう取って持つ。順番にいきましょう。ね、こっち取ったりこっち取ったりすると分かんなくなっちゃうから、取り残しがねできますから、取って持つっていう風に頭から順番に探ってきます。で、生えてる向きっていうのがあるんですね、骨もね。で、こう大げさに言うとこう斜めにこう生えてますから。向こうにね、生えてる方向に向かって引っ張ると取りやすいと思います。これを逆にこっちに引っ張っちゃうとね、取りにくいってことですね。頭の方に向かって引っ張る。で、どこまで取るかなんですけど、下までありますが、下の方の骨はあんまり口に触らないので、だいたい3分の2ぐらいは取ればいいと思います。手にしっかり触るのだけ取ればいいです。あと、こっからだと思いきや、魚ってここからあるんですよね。頭のここに1本ありますから、それ気をつけてね。でもいいかな。はい、じゃあこれが三枚おろしの状態です。はい、終わります。